柔道の技の中でも固め技は知恵比べであると昔からよく言われます。自分自身で新しい技を開発し、自分自身で技の組み立てを工夫する、そしてそれを相手の動きに対応させて使うと、そのところに固め技の楽しみがあるということです。私はその固め技の虜になりました。私が考える、固め技の基本について説明します。固め技は押さえ技、締め技、関節技の3つからなっておりますけれども、私はその中で押さえ技が固め技の基本だと考えます。また固め押さえ技の中で基本となるのは横四方だと考えます。横四方固めは、縦四方固め、あるいは崩れ上四方固めと非常に変化のしやすい技です。そのために私は固め技の中心に、横四方固めを考えています。横四方固めにはいろいろな形があります。相手の首を抱えて、股に手を入れる形、あるいは相手の裾を持って腰を決めながら押さえる形、関節を取りながら甲でバランスを取りながら抑える形、いろんな横四方固めがありますが、私は肩越しに帯を持って抑える、このような形が基本だと考えています。なぜならば相手の帯を持つことによって直接力が加わりますし、また相手の腰の動きをいくらか制することができます。こういう形です。ちょっと動いてください。こういう感じです。押さえ込みは2つのポイントからなっています。1つは相手の一箇所をしっかりと力で固めるということです。これは力を使うという、力は使いますけれども、力を効率よく相手に伝えるということが大切になります。また2番目のポイントとしましては、自分のバランスを取るということが大切になります。自分のバランスを取ります。横四方固めの場合はもうすでに右手を使っています。これは相手の帯を引きつけながら相手の腰肩をしっかりと固める部分です。バランスは左手そして右足で取ります。しっかりと足の裏をついてここで踏ん張るわけです。相手が鉄砲に返しに来た場合はこのようにしっかり頑張ります。左足を伸ばしますと、これでバランスを取ろうと思いますと相手に足を絡まれます。これで抑え込みは時計になります。ですから左足はできるだけ自分の体の下に置いてこう正座する形です。こういう形にして、しまい込んでおきます。バランスは右足そして左手で取ります。もう一度やってみます。このような形で押さえます。ちょっと暴れてみてください。足首を立てますと腰がこれだけ浮いてしまいます。寝せるとここに腰がしっかりと落ちます。ですから足首をこういう形に寝した方がいいと思います。足首を立てると腰が浮いて相手が私の足首を持ちやすくなります。このように足を絡みやすくなります。
ですから私はこの形の場合は足首を寝せて、その上に自分の体重を乗せて、このように押さえるのがベストだと考えています。また動きの中で相手の、左手が自分の横の方に来た場合、こういう形になった場合には足の形はこれが理想の形です。右膝を曲げて相手の手と顔を挟み込むようにします。そしてバランスを取ります。私は横四方固めと崩れ上四方固めというのは非常に連絡しやすい技と考えています。むしろ横四方固めを覚えたならば必ず崩れ上四方固めを変化技に持ってくる必要があります。横四方固めをした場合にほとんどの選手は足を絡むことを試みます。ですから足首を相手に持たれた場合は、あるいは足首の当たりの柔道着をズボンを持たれた場合は、持たれて押した場合にこれはもう足に力が入りません。そこで持たれた瞬間に腰を切る動作を行います。足首を持たれた場合素早く腰を切ります。しっかり足首を持ってください。こういうような動作です。この腰を切る動作によって相手が持っているズボンあるいは足首を切ることができます。もう一度やってみます。相手が、足首を持ちました。素早く腰を切って相手の手を切ります。その後このバランスが悪いですから崩れ上四方固めに変化します。これを一連の動作でやってみます。押さえました。相手が足首を持ちました。切りました。戻す。こういう形です。この腰を切る動作は寝技を練習する上で必要不可欠な動作です。また感じの、横四方固めをした場合には、反対鉄砲で返します。このように相手が返してきます。この時足を曲げていますので右足を使ってバランスを取ることができなくなります。左手だけになります。ですからこの時は縦四方固めに変化します。崩れ上四方固めのポイントを説明します。右手で肩越しに相手の後ろ帯を持ちます。左手は相手の腕を抱えてこのように相手の襟を持つか、あるいはちょっとプリッとしてください、相手の同じように後ろ帯を持ちます。重要なのはバランスを取ってる、両足です。右足はこのように伸ばして、左足をしっかり、曲げて、そして足首を L 字型に曲げます。こういう形です。これがこういう寝てしまいますと、相手がブリッジした場合このようにバランスが悪くなりますので、足首をしっかり L 字型に曲げて自分のバランスを取ります。また中には足をこのように寝かせる人もいますけれども、これは体重がある場合はいいでしょうが、軽い場合は足をここに伸ばしますと相手はすぐに絡んできます。ですから私は足の形はこれが理想だと考えます。もう少し、右手の帯を持っている手について説明します。相手が非常に大きかった場合しっかりと肩を抱え込みますと相手はこの
私を手を支点にして、鉄砲で返す場合があります。相手は非常に重かったり大きな体をしている場合は少しずつ、この右手をずらします。このような感じです。そうすると回転したときにこの位置で相手の動きを止めることができます。ただ、相手が細い人ですとこの位置に持ってきますと相手は肩を抜いて肘をこう抜いてきます。ですから、体型の細い人ですとしっかりと肩口から隙間なく押さえた方がいいと思います。少し太くなったら少しずらすと、こういうとこが、崩れ紙塩固めのポイントです。紙塩固めのポイントを説明します。崩れ紙塩固めは相手の肩越しから持ちましたが、紙塩固めは相手の腕越しから上腕の部分を通過して相手の横帯を持ちます。このような感じです。左手も同じように持ちます。紙塩固めは相手の腕越しに腕を決めますから相手の、鉄砲返し等を防ぐことができます。ですから小さい人が大きい人を抑えるのに向いている技術といえます。このような形です。足は自分のバランスを取るためにこのように両足首を L 字型に曲げて自分のバランスを取ります。よく足をこのように伸ばしている人を見かけます。これは自分のバランスが悪いです。振られると返されます。あるいはこのようにしますとやはり腰高になって自分のバランスが、バランスを取ることが難しくなります。振られると非常に弱くなります。ですからしっかり、足首を曲げてそして両手しっかり帯を引きつけながらこのような形で押さえます。動いてみてください。こういう形です。また相手が大きい場合は思い切って腰を大きく上げて自分の全部の体重を相手の胸にかけてこのように押さえることもあります。両膝が浮いていますから自分のバランスは取りやすくなります。動いてみてください。このように相手の動きに合わせて相手と自分の体が常に一直線になるように移動します。こうすることによって自分のバランスを取ります。上半身の決め方はこれは理想的なわけですけれども、中にはそれ紙塩固めと同じように肩越しに深く持つ人がいます。こういう形です。このように決めますと相手は自分の肩を利用して逃げることができます。ちょっと逃げてください。このように相手はこの強い肩の力を利用して逃げますので必ず肩越しではなく腕越しになるように気をつけましょう。紙塩固めからの基本的な連絡変化技を紹介します。このように紙塩固めで押さえているわけですけれども相手の肩の力が強くて肩を抜かれた場合、ちょっと抜いてみてください。このように抜かれた場合ですね、すかさず紙塩固めから崩れ紙塩固め、こういう形ですに変化します。足の形を変えてそして相手とくの字になるようにします。こういう状態を作ります。さらに相手が強かった場合はすいません、すかさず相手の
腕を抱え込み、帯を持ったまま十字固めに変化します。縦小固めについて説明します。この技は自分のバランスを取るのは非常に難しい技です。しかしこのバランスを体得すると非常に効果的な技の抑え技の一つです。縦小固めの上半身の決め方はいろんな方法があります。例えば肩固めのようにこのように決める場合もあります。あるいは相手の首を抱えて自分の帯を持ってこのように決める場合もあります。しかし私はいろんな技に変化しやすいという理由でこの形を進めます。肩越しに相手の後ろ帯を持ちます。この形です。そして相手の脇をすくってこの手とこの足でバランスを取ります。この形です。この形は横小固めにも、あるいは横小固めからのさらに崩れ上小固めにも変化するように便利です。下半身の決め方ですが、これは相手の動きに応じて変化させます。例えば相手が大きくブリッジしてきた場合はこのように足を絡んで攻めます。また相手の腰の後ろでこのように足を組んで腰を制することも可能です。またもう一つ、相手が斜めにブリッジしてきた場合です。右足を曲げて相手の尻の後ろに当てるようにします。このようにして私の膝と手で相手の首と肩口を挟むような形を作ります。これは非常に強い、抑え込みになります。ちょっと動いてみてください。このような形です。次にこの技は非常にバランスを取るのが難しいですから逃げられる場合もあります。必ず次のような連絡変化が必要でしょう。相手が、ブリッジしてきます。強いブリッジで帯を持っているこの手が外れた場合、手を離し相手の腕を抱え込みます。その前へ倒して関節を取ります。このような形です。また反対側にブリッジされた場合、これは回ることで十字形に入ります。袈裟固めのポイントを説明します。これは初心者が最初に習う抑え込みですけれども、実際には非常に難しい抑え込みです。小さい人が大きい人を抑えるにはあまり適している抑え込みとは思いません。しかし大きな人が小さな人を抑えるためには非常に効果的な抑え込みの一つです。しっかり固める部分、これは相手の腕を脇、そして柔道着を握って手、この2点でしっかり押さえます。このように制します。そして自分のバランスは両足と右手を使ってバランスを取ります。ですから足がこういう流れるとバランスが悪くなります。しっかり開いて、そしてかかとを自分の尻の方に近づけながらこのような形で押さえます。この時に、首を抱える人がいます。このように抱える人がいます。こうすると、帯を掴んで返しに来た場合ですね、はい、戻してください。
こちらの方向に対して自分のバランスを取ることができなくなります。ですから私は首を抱えることを進めません。首は軽く挟む程度でいいと思います。そして返してください。返しに来たら素早く手を離してここでバランスを取ります。このような感じです。続いて、肩固めを説明いたします。肩固めは基本の形です。しかしこの形は深く肩をこの肩の根元のあたりですね、この辺りを強く押さえつけると相手は後転して逃げます。このような感じです。ですから少し肩というよりはむしろこの上腕の部分、この部分と首を圧迫した方がいいと思います。こういう形です。また相手の後転を防ぐためにを相手の腰骨のあたりに当てて相手の後転を防ぐ場合もあります。また自分の襟を持って、そしてこのようにバランスを取ることもできます。崩れ袈裟固めを紹介します。この技は国際柔道連盟の名称では後ろ袈裟固めとなっています。基本の形はこのような形です。しかしこれは決して私はバランスのいい抑え込みだとは思いません。ここから変化の途中でこういう形になって、さらにここから例えばこのように崩れ上四方固めなどに変化するときに使う技術だと思います。あるいは相手の腕を脇に挟んで押さえる場合もあります。しかし、この形でも決して安定した形ではありませんから、変化が必要と考えます。例えばここから上四方固めに上がっていくことができるでしょう。ちょっと変わった後ろ崩れ袈裟固めの形ですと、例えば関節を取りながら関節を取りながらこのまま押さえることもあります。これも崩れ袈裟固めの一つです。浮き固めを説明します。この技は、この抑え込みの形は、高度感ルールではまだ認められておりません。国際ルールでだけ使える抑え込みです。これは主に、十字関節を取りに行きます。相手が強いディフェンスをします。このような形から十字関節に入れなかった場合に抑え込みに変化する技術です。足を肘で押さえながらこのように曲げて押さえます。見て分かるように決してバランスのいい抑え込みではありません。しかしこれで審判が抑え込みを宣告することによって相手は動き、自分から手をほどきます。この瞬間に十字変化します。この技は抑え切るというよりはむしろ十字固めに変化する途中の技と考えていいと思います。足の使い方を説明します。足を使って相手と正対する技術は寝技をする人にとって必修の技術です。説明します。まず相手とこのように正対します。最初に相手に十字に動いてもらいます。
常に正対するようにこのように自分で体を動かします。これは最初の基本的な練習です。これができるようになりましたら、次に相手にフェイントを使って動いてもらいます。このような動きです。そしてそのうち相手の動きが入るとさばかれるでしょう。このような状態です。この時にもう右足を使うことはできませんので、左足をここに当てます。そして右足を中から抜きます。こういう動作です。もう一度やってみます。このような動作です。反対側もやってみましょう。このような動きです。このように常に相手に正対することを心がけます。足をこのように手遅れの場合はこのように返して腰を切って正対するという、この動きをしっかり練習しましょう。この動きができたら次の動きです。膝を移ってください。固め技も立ち技同様に、私はいわば組み手争いがあると思います。相手に膝を持たれる、これは立ち技でいうと組み負けた状態です。あるいは足をすくわれる、これも完全に組み負けた状態です。ですからこのことは避けなければいけません。そのためにこのような練習をします。まず最初に足をすくってください。素早く、このような練習です。このような動作です。ゆっくりやってみましょう。まず片方の足で相手の体を後方に押します。そして少し相手のスペースを作って、そして、はい、もう少し詰めてください。はい、はい、来てください。早く来てください。作ってください。もう少し早く、こう強度します。こうですね。しっかりと相手を押し出してスペースを作って、早く足を回転させる。はい、このような動作です。皆さんは日頃このような練習をしているんじゃないかと思います。これは今の場面に使うところです。次に膝を持たれた場合です。これも非常に危険な状態です。相手は膝を潰して攻撃に来ます。ですから相手に膝を持たれた場合は素早く、持たれた瞬間に素早くここには足を当てる練習をします。ここの部分です。手は大きく動いていますけれども、根元はそんな、肩口はそんなに大きく動いていません。ですから素早くここに当てますと、そう簡単に外されることはありません。ちょっともう一度やってみます。相手が持ってきます。素早くここに当てます。多くの人はこの状態に膝を持たれても、膝を持ってください、あまり危険を感じません。でもこれは実際には非常に危険なわけですから、持たれた瞬間に素早く入れます。そして次にこちらの手の処理ですが、膝を曲げて相手の袖口を持ちます。しっかり持ってください。そしてあとは足を後ろに伸ばすと、これは自然に切れます。これは立ち技同様切る動作です。もう一度やってみます。このような動作です。そして実際にはこれは攻撃体勢に入ります。よく背中を突くことは良くない、体を起こせと言いますけれども、これはあくまで攻撃体勢に入った時で、守りの時は腰が自由に動くように背中を突いた方がいいと思います。もう一度やってみましょう。こういう形です。近頃寝技をしていると四つん這いになってディフェンスしている人が多く見られます。可能な限り相手と相対しながら、相手と向かい合いながら、足を使って相手を防ぐ方法を覚えましょう。
固め技の中でもたつくのが足を抜く場面です。しかしこの足をスムーズに抜かなければ現代の柔道ではすぐに審判から待てがかかります。ですから足をスムーズに抜く練習が必要になります。紹介しましょう。まず実際の試合ではあまりにない場面ですけれども、ここで相手に二重絡みをしてもらいます。今二重絡みをしてもらいました。その次に自分の膝を相手の股関節に乗せます。乗せてこのように倒れ込みます。ちょっと足を上げてください。このようなポジションを取ることによって相手の足を膝から下に押し出すことができます。足をこのように使いますと相手は膝から上の分、太ももの分を絡むことができません。ちょっと絡んでみてください。このようになります。しかしもしこの足が伸びたならば深く足を絡まれます。この太ももを絡まれた状態で足を抜くことは非常に難しい技術になります。ましては今の試合ですとほとんど不可能だと思います。待てが入ると思います。ですから膝から下の部分、膝から上を絡まれて、膝から絡まれるのであれば膝から下の部分をと考えてください。ですからこの状態が大変大切なポジションになります。あともう一つ、膝から下の部分ですけども、必ず相手の太ももに平行にこのようになっています。これがよく見かけるのはこういう形ですけども、これ非常に悪い形です。相手の足が上に上がってきます。太ももをしっかり絡んでいきます。常に練習中は足をこのように使って太ももを絡まれないようにしましょう。ではここから足を抜く方法を説明します。まず相手の膝から下の部分の柔道着を持ちます。このように持ちます。このように持つと必ずちょうど膝のところで止まります。膝の真上を持つと柔道着を引きますから、太ももの位置に移動します。これでは、力が効率よく伝わりません。必ず膝から下の部分を持ってこのように握ります。そして引き出しますとちょうど膝頭のところに行きます。次に上の方を引いて、今度は下の方を蹴り出しますけれども、膝頭をこのように出します。ここに出してきます。ここで足の裏でしっかり相手の下の方の足を蹴ります。こういう状態です。もう一度やってみましょう。足を絡まれます。ここからこのように膝を出します。そして足の裏で相手の太ももを押し出してこのような形を作ります。これが一つの方法です。もう一つは反対の足を絡まれた場合です。これも同じです。必ず絡まれた方の足を膝頭のところにつけます。この形を作ります。そして太ももを絡まれないようにします。はい、これで膝から絡まれているのは膝から下の部分です。ここから足の抜き方を説明します。同じように相手のズボンを握ります。こういう状態に見えます。引き出しながら左足で相手のももを強く押し出します。そしてこのように足を抜きます。抜いた後は必ず膝を持ち続けましょう。この手を抜いた後この手を離しますと相手は
この足でブリッジしていきます。ですからこれを持ち続けることによって、ブリッジしてください。止めることができます。彼は今この足を使うことができます。たとえこの足を使っても、はい、この足を使ってブリッジします。自分のバランスを取ることができます。ですからこの膝は持ち続けます。またこの姿勢から足を抜く前に手をくくることも可能です。これは後で練習しますが、ここで素早く脇の下に手を入れてくくって、そして同じように膝頭を持ち、そして蹴り出して足を抜くこともできます。私はこの方法が一番足を抜くのに、効果的な方法だと考えています。しかしどうしても抜けない場合、必ずそのことを想定する必要があります。どうしても足が抜けなかった場合、あるいは二重絡みで太ももまで絡まれてしまった場合、この場合はここからの連絡技が必要になります。代表的な連絡技は、締め技です。一つはこの状態から相手を引き出して深く襟を持ちます。そして肘を使いながら、肘を使って押し込み体重を乗せて締めます。もう一度言ってみましょう。相手を引き出して襟を深く持ちます。そして脇で抱え込みながら体重を乗せます。または相手の首を抱えて袖ぐるま締めに蹴ります。自分の袖口を持ち、手首まで柔道着を袖口を引き出して、そしてこの形から素早くこのように締めます。もう一度やってみましょう。二重絡みで相手の足がこう抜けない場合ですね、首を抱えて素早く自分の袖口を持ちます。手首のところまで、引き出して、その後に素早く手首を入れて、そして締めます。このように常に、二重絡み、あるいは足を外すことができなかった場合を想定した連絡変化が必要だと思います。相手の腕をくくる練習をします。相手の腕をくくることによって、柔道の固め技の技術が大きく膨らんできます。まず基本的な練習をします。最初に、相手の、頭を両膝で挟んでこのようなポジションを取ります。基本的な脇を作った形です。ここから自分の指を組み合わせて手のスイッチをします。そのまま滑らして相手の柔道着で相手の手をくくります。このような練習です。もう一度やってみましょう。相手は実際には脇をしっかり締めています。ですから簡単に抜けません。抜いてしまうとこの手が入っていきません。ですからここで手をこのように指を組んでスイッチして素早く自分の手首を押さえます。相手の手を持ってしまうとどうしても次の相手の柔道着を手を離します。この手、相手は手を伸ばして逃げてしまいます。ですから相手の手をくくる場合には基本的には手首を持ちません。このような形でコントロールします。こうです。こうしますとここでこの手を使うことができます。そして柔道着を探して一番いい柔道着を持って裾を引いて滑らしながら隙間のないようにしてこのように相手の手をくくってしまいます。もう一度やってみましょう。
このような動作です。次に相手の手を少し浮かしてもらいましょう。浮いてる手をくくる練習をします。浮いてる手をここからこのような練習です。ゆっくりしますと、ここから手の差し替えをします。このような差し替えです。そして実際にはここでプレッシャーをかけます。自分の体重をかけて、そして隙間のないように手を滑らせながら相手の手をくくります。これが、手のくくり方の基本練習です。次に、実践的な場面に入っています。先ほど足を抜く場面がありましたが、このようなポジションになります。ここで手のくくり方を練習しましょう。まず脇をすくっている手を少し返して隙間を作ります。同時に指を組んでこのようにします。これで相手の手をコントロールできます。裾を握りながって握って滑らすようにして、隙間のないようにしてここでくくります。相手が、足にしがみついている場合があります。このような足にしがみついている場合、これも手をくくる絶好のチャンスと考えていいでしょう。ここから相手は足にしがみついてますから、指を組んでここでくくることができます。くくることによって片方の手が自由になります。自由に使うことができます。先ほどの足の抜き方ですと、ここから膝頭を持って蹴るという動作に変化できるわけです。またここでも空中で相手の手をここから取る練習もしてみましょう。こういう動作です。こういう動作です。これはスピードの必要な技術です。何遍も反復練習をしましょう。また時として、手首を持って取る場合もあります。これは実際には腕絡みに行く動作を行います。相手は腕絡みを取られる前として帯を持つことがあります。この時は非常に簡単に手を振ることができます。もう一度やってみましょう。腕絡みの動作をします。相手は取られる前として帯を使います。そのままその手をくくります。この他にも相手の手をくくって攻撃するチャンスは多くあります。紹介しましょう。四つん這いの相手の手首を持って返しに行く場合があります。相手は、このように腰を切って逃げます。こういう状態です。相手は柔道着の帯を持ってこの手を取られまいとします。この時に素早く左手で柔道着の裾を持ち替えて相手の手をくくることができます。こういう状態です。この後は、またお腹に手を入れて このように返すこともできます。また腰を切ってください。この手をここまで引き出すことができたならば、こういう状態になったならば、この場で柔道着を持って後ろでここでこのようにくくることもできます。このようにくくると片手が自由になりますから、いろいろな攻撃方法が可能になります。例えば返して押さえることもできるでしょう。その他にも、関節技の場合、
常に相手が強いディフェンスをして取れなかった場合、ここで手をスイッチして、しっかり相手にプレッシャーをかけながら柔道着を引き出し、このように手を振ることも可能です。ここからは起き上がって抑え込みに行きます。あるいは締め技のような場面でも相手の手を振ることができます。攻撃するときに相手はこのようにディフェンスします。ここから相手の裾を握って相手をくくり、手をくくります。実際の場面ですと、こういう場面になります。地味に入ります。そして、このディフェンス、ここから手を伸ばして、前にある柔道着の裾を打ちます。こういうような形です。こういうふうに食ってならば、こういうふうに十字架に変化することも可能になります。このように、寝技の中には相手の手をくくる場面がたくさんあります。皆さん方で研究してみてください。では、相手の払い腰あるいは内股ゲートの技を潰して攻撃する方法を説明します。相手の払い腰や内股を潰してこのポジションを得ます。素早く相手の帯を持ちます。これは相手の立ち上がりのを防ぐためです。自分の方に引きつけながら足で相手の首を挟み込みます。素早く脇をすくって横小固めに押さえます。次に同じポジションから相手が脇を締めて強いディフェンスをした場合の攻撃方法を説明します。手を引き上げながら相手の首のところに足をついて相手を引き上げます。このようにしっかりと挟み込みます。挟み込んで
十字固めに切ります。相手を回すときに右足を相手の、膝の内側のところに挟み込むとよく入ります。次に相手が、私の足を手で防ごうとした場合、大きく相手を足を回し込んで相手の脇の下に足を入れます。同じように引きつけて素早く手をくくって関節技または横腰固めに押さえます。相手が腹ばいになってディフェンスした場合、この時は足をついて、ズボンのこの辺りを持ちます。ちょうど膝の、辺りが一番いいところです。これを持って真上に持ち上げます。素早く振って押さえることができます。腹ばいになった場合からの十字も同じようにしっかり相手を挟み込んで持ち上げます。この足が相手の胸にしっかりつくようにします。胸足、そして腕を抱え込んで十字固めに切ります。四つん這いになった相手を、帯取り返しで返す、あるいはそこから帯取り返しからの変化を説明します。相手は四つん這いでディフェンスします。帯をしっかり持ちます。膝で相手の、首を横に押し込みながら膝頭を落としてきます。膝と一緒に自分の手を入れて相手の脇をすくいます。そしてこのポジションを得ます。この時に肘が内側に入らないようにします。この肘を大きく開いて右肘が相手の肩口に当たるぐらいにします。こういう状態です。そして左足を左足では畳を蹴って相手を横に返します。返すと同時に素早く横四方固めに入ります。もちろん縦四方固めにも変化することができます。相手が手と足を突っ張って横に変えるのを防いだ場合の方法です。まず先ほどと同じように相手を横に返すことを試みます。体が起き上がるほどします。こういう状態を作ります。相手は頑張りますから、その時にちょっと深く相手に踏み込みながら相手を真後ろに返して縦四方固めに押さえます。もう一度別の角度からやってみましょう。相手は頑張ります。
横に回収します。工場台を作ります。そしてここから真後ろに返して押さえます。体力差があった場合に相手は立ち上がることを試みます。この時はこの動作を利用します。立ち上がってきます。そのまま真後ろを押し込みます。そしてこのポジションを得ます。次に横に返せることをしっかり防いで、あるいは強いディフェンスで返されまいとします。この人返らなかった場合は素早く右手を離します。離して脇をこのように作ります。素早く右足で両足で胴を挟みます。自分の袖を持って残った手で相手の袖口を持ち、腰を蹴りながら回転し、素早く左足を上げます。このようにして関節を当てています。この足を上げる動作は非常に大切な動作です。この関節技は別な方法でも使うことができます。相手が膝を押して攻撃きます。放った瞬間に相手の脇をすくいます。すくって先ほどと同じように自分の袖口を持ち、そして相手の袖をしっかり持ちます。腰を切って右足で蹴って回転します。素早く左足を上げて、そして関節技に決めます。相手がのディフェンスが強く、しっかり脇が締まって脇をすくえなかった場合の入り方を説明します。帯を持って先ほどと同じように膝頭で相手の首を横押し込みながらこのポジションを得ます。でこの時に指を寝かせます。こういう状態です。素早く相手の、ズボン膝頭膝の少し下の方を持ちます。こうするとちょうど膝のところで柔道着のズボンが止まります。これを手前に引きながら戻して足を差し込みます。そしてこのポジションを得ます。この後相手は、ほとんど相手は必ず足にしがみついてきますから、ここから素早く相手の脇下に手を入れます。入れて手をくくります。これは基本編のところをもう一度見てください。しっかりとくくります。くくった後にもう一度相手の膝頭の部分を持って引いて、残った足で相手の膝頭を下に蹴ります。こういう状態を作ります。相手の足を開いて、そして足をしまい込んでこの形で押さえます。この時に相手の膝頭は持ち続けます。持ち続けることによって相手のブリッジを防ぐことができるからです。同じように相手が四つん這いの場合でもほとんど同じような状態でこの技を使うことができます。帯をしっかり持ちます。相手の首を押し込みながら相手のこの部分、膝頭の部分をしっかりと持ちます。指を乗せて引き込みながら戻します。そしてこの状態を作ります。様子を見ながら脇をすくいくくります。そして上になっている足を自分の方に引きながら、下の足を下に押し込みながら足を抜きます。そしてこの足を持ち続けます。その他にも
相手の脇を救えなかった場合のいくつかの方法があります。一つは相手の柔道着の裾をこのように引いて左手を相手の腹の中に通して反対側で拾います。こういう状態です。ちょっと向きを、もう一度やってみます。引きます。引いてここで裾をしっかりと持ち直します。これを持ち上げると相手の腰に力を加えることができますから、帯を持って頑張ってください。こういうふうに返します。この後はスタートを振ります。あるいは相手の帯がありますけれども、前帯を持ってかける場合もあります。これは手を少し差し込んで、こちらから相手の前帯、帯の部分をちょっとこういうふうに入れて、そして前帯をこの部分を拾ってきます。こういうふうに持ちます。はい、ディフェンスしてください。この状態から引きつけて、そしてここから返しに行きます。離して脇をすくいます。どうしても脇をすくえない場合は、また別の方法として、相手の下の方、脇下から襟をこのように深く握って、帯取り返しを使うこともできます。この形を得て、その後は全く同じように帯取り返しを使います。この後相手は足を挟んで絡んできますので、素早く脇をすくってくくって、そしてまた同じように足を抜いて押さえます。これらの技は、帯を掴んでも、またあるいは襟を握っても、大体2割から3割ぐらい力の伝わり方が悪いと思いますが、脇をすくえない場合はこういうことを用いてもいいと思います。帯取り返しを使う場合に、特に相手を横に返す場合に、手と足のコンビネーションが大変重要になります。そこで、手と足のコンビネーションの練習の仕方を説明します。受けの方にこのような姿勢をとっていただきます。肘をしっかり、相手の膝の上に乗せます。そして手をこのように結んで、膝で自分の体を浮かせながら、同時にこのように力強く蹴る、このコンビネーションを練習します。この時に顔が必ず返す方向を向くように習慣づけましょう。次に相手の脇をすくって、このような姿勢から相手を返す練習もします。先ほどと同じようにしっかりと膝を立てて、畳を蹴るような感じで返します。このような練習も大切な練習の一つです。これまで練習したみたいな帯取り返しを警戒した場合に、効果的な相手を横に回す帯取り返しを説明します。このように帯を持って相手の脇をすくいに行くと、相手は一瞬脇を締めてこれを防ぎます。この動作を利用します。
もう一度向きを変えてやってみます。入った瞬間に手首が 入った瞬間に自分の体を相手の体の下に、突っ込んでいきます。ここから素早く腰を切って横四方固めに押さえます。次に相手の脇下をこのように持ってた場合の横に返す返し方を行います。ここをしっかりとつかみます。先ほどのように脇の下から、今度は脇の下から手を差し込みます。相手は警戒して脇を締めます。それに合わせます。では四つん這いになった、このようになった相手を後方から攻撃する技術を3つほど紹介いたします。まず相手の真後ろにつきます。そして相手の襟を脇下から握ります。しっかりまたいだ後に左手を前から差し込みながら回転します。このように崩れ上四方固めで押さえます。もう一度やってみましょう。相手を引きつけながら開いて差し替えて回して相手の前帯をしっかりと握ります。そして脇を締めることによって相手が向こう側に返るのを防ぎます。次に同じように右手で相手の脇下から襟を持ちます。この後回転しながら相手の首の後ろに手を差し込みます。素早く行って縦四方固めに切ります。もう一度やってみます。脇をすくいます。すくうと同時に このように回転して縦四方固めに行きます。次の技は真後ろから両手で持って相手の両脇下から襟を持ちます。回転をしながらこのようなポジションを取ります。このように上四方固めで押さえます。これらの回転はいずれも回転の途中で相手に足を絡まれないようにします。ここで足を絡まれてしまうと足を抜くことができません。ですから回転の途中で足を絡まれないように
相手を持ち上げて、そしてしっかり足でタイミングを蹴りながらこの状態を作ります。相手を回転させながら胸を合わせて縦小型目で押さえます。では十字締めからの連絡変化を説明します。まずこのように相手の脇の下から襟を深く持ちます。これは浅いとかかりません。できるだけ深くつかみます。その後少し相手の襟を浮かし気味にして指を差し込みます。差し込んだ後に相手の腕をまたぐようにしてこのようなポジションを取ります。この時に自分の両足は相手の内ももに当たっています。自分の方に引きつけたらここで締めます。相手が腹ばいになって顎を引きながら顔を下げてきます。このようにディフェンスされると私の右手が効かなくなります。締めができなくなりますので、この場合は自分の膝を立てます。立ててもう一度体の状態を相手の状態を起こして、そして締めます。また時には相手が頭を下げてディフェンスした場合に相手の頭の上に足を乗せて、そしてここで締めることもできます。また相手が回転した場合はそれについてきます。そしてここで締めます。どうしても、右手あるいは左手の、襟を持つ、左手で襟を持つ位置が低くなった場合、浅くなった場合は、よく締まりません。その場合は返して抑え込みに変化をします。抑え込みに変化する場合は相手に密着し、そして相手の両内ももにある自分の両足の甲で相手を持ち上げます。そして途中で右手を外しながら手下がために入ります。この時に股に、相手の腕を、股に挟んで関節を取ることもできます。もちろんこのまま手下がために抑えることもできます。払い腰や内股の技を潰して、抑え込みに連絡変化するのを説明しましたけれども、同じように背負い投げあるいは一本背負い投げを防いで締め技へ変化することは、これは寝技をする人の必修といえます。相手を背負い投げを防御した後の締め技の変化を説明します。相手を背負い投げを防ぎ、このようなポジションを得ます。ここから自分の襟を持っている手、今の場合右ですけども、右手が深い場合はそのまま相手の首を抱える、挟むようにして、そして腰を前に出してここで締めます。ただこの右手の持っている襟が浅かった場合、このままですとよく締まりませんので、相手の反対側の襟を持って送り襟締めに締めます。あるいは相手には力に自信がある場合は、ここから相手は一気に立ち上がるとします。この動作を利用して回転して締めます。
今の締め技をもう一度ゆっくりやってみます。相手が立ち上がろうとしたときに相手の尻の後ろを回り込みます。でここからが非常に大切になります。しっかりここで一度相手の動きを止めます。このように足を使う場合もありますし、またすぐに止まるときはこれでも構わないです。あるいは自分のこの後に自分の帯をしっかり握る場合もあります。こういうような使い方はこういうような使い方ですね。こうしてでこの後に腰を切ります。相手の膝をしっかり抱え込むということが非常に大切なポイントになります。太ももを持ってしまうと相手は簡単に反対側が返ってきます。こうしてですから必ずこの膝のこれをしっかりこちらに開いて押さえるということです。相手が腹ばいになった場合、今の技術を使うことはできません。回転できませんので、この場合は浅い場合は思い切って相手をまたぎます。またいで後方に倒れながら脇をすくって締めます。あるいは相手のズボンを持って大きく前に出て額を突いた後に相手の右足を相手の首の後ろに当てて締めます。このようにして締めます。相手は四つん這いだった場合、このような姿勢の相手を前から締める方法を紹介します。これはむしろ、こちらの方が寝技に自信があって、そして私が寝技に自信がなかったような場合に起こる場面です。相手は私の足につかみ、この足をつかもうと思った瞬間に相手襟を持ちます。このように四肢を4本指を中に入れて後ろ襟を持ちます。左手で、襟をこのように持って相手を少し押しながら回し込みます。こうで締めます。もし締めが浅いようでしたらまたぐこともできます。じゃ次に紹介するのは、まず最初に右手で相手の帯をしっかり持ちます。帯を持つことによって相手が立ち上がるのを防ぎます。同時に締め技ではないというようなことを相手に伝えます。両手で相手の襟を持つと相手はすぐ締め技を警戒しますので、片方の手で帯を持つ、そして別な攻撃に行くような動作をします。その後左手で相手の後ろ襟を持ちます。このような持ち方です。この後自分の手首の力を抜いて横に入ります。そして自分の腰を使って締めます。もし浅いようでしたら、これは、帯取り返しと同じ要領で相手の体を返します。そしてここで挟まって締めます。この技は日頃あまり使い慣れてない技だと思いますので、その練習方法を説明します。受けの人にこのように正座をしてもらいます。相手の後ろ襟を持ちます。帯を持って抜いてここで締めます。自分の手ではなく自分のこの体側の部分、この部分を使って締めるようにします。これをやるわけです。ちょっともう一度やってみます。
では裸締めの説明をします。相手の真後ろにつきます。両手で相手の両脇下に手を差し込むような形をします。そうすると相手は脇を取られまいとして脇を締めます。その動作を利用して入ります。ちょっとゆっくりやってみます。脇を入れて締めたのを利用して体重をかけながら相手の体を大きくローリングさせます。その時素早く手を差し込み裸締めに締めます。もう一度やってみます。では三角締めとそれからの連絡変化を勉強します。最初に俗に横三角と言われる三角締めを行います。この形から関節を取ります。あるいはもちろんこのまま三角締めに決めることもあります。また自分の手を離して押し流して横潮固めに決めます。横三角締めは最初の足を相手の脇下に入れることが非常に難しくなります。相手が脇を締めた場合、このようになっていた場合は相手の太ももから足を差し込み回り込むようにして押し込みます。こういう状態です。前引き出しながら素早く足を組み替えて手をくくり締めます。次にこれも俗に後ろ三角締めと言いますけれども、相手はこのように腹ばいになった場合です。相手の襟を持って相手の体を浮かします。浮かすと同時に足を差し込みます。脇の人から手を入れながら相手を横に返します。ここで締めます。もちろん関節を取ることもできます。また十字固めから三角締めに変化する場合もあります。十字に入った時に、相手の手で自分の足を抱えられる時があります。このようになります。このような場合はなかなか十字関節が取りにくくなります。足をプレッシャーを与えながら相手のブリッジを誘います。その後に右足を相手の背中から回して三角締めに入ります。あるいは反対の足、今度は右足を抱えてディフェンスをした場合ですね。このような状態、同じようにプレッシャーをかけます。しっかりこうディフェンスして、取れなかった場合はここから後ろに入り下がりながら
足を外してここで三角を切ります。もちろん十字入ることもできます。これらの三角締めの基本はやはり前三角です。前三角で三角締めの締めの感覚を勉強しましょう。基本的には相手の前に立ち、深く膝の後ろのところで相手の頸動脈に触るように深く入ります。そして腰を少しひねって、真正面で入ると非常に難しい、足を組むのが非常に難しくなります。腰をひねって横に回します。そしてかけます。旧ソ連のヤスケビッチ選手やあるいはイギリスのアダムス選手が使って、そして世界中に広まっていった十字固めを紹介します。四つん這いの相手に対して後ろからこの相手を引きつけます。これは基本の姿勢です。次に左手で相手の脇をすくいます。すくった後に体を前へ投げ出すようにしてこのようなポジションを取ります。右手で相手のズボンをしっかり持ちます。左足で相手の首を押し込むようにしながら相手を回します。素早く十字架に入ります。少し向きを変えてやってみましょう。この時に右足で相手の太ももをロックします。もう一つの方法を紹介します。先ほどと同じように相手の上体を引き上げます。その後、先ほどは左手を差し込みましたが、今度はそのまま右手を離して自分の襟を持ちます。持ちながら体を前へ倒します。倒した後に相手は頭を下げてディフェンスしていますので、自分の膝の後ろから手を差し込んで相手の頭に触ります。そして足を差し込んだ後に反対側に切り返します。これも、向きを変えてやってみます。この十字固めが日本の選手を多く悩ましたヨーロッパの十字固めのスタイルです。ヤスケビッチやアダムスのスタイルで十字関節をのこの状態まで入ることができても、相手の強いディフェンスによってここから最後の決めができない場合があります。最後の決めの部分の勉強しましょう。基本的には相手の頭側の手で十字を取ります。ですから相手の尻に近い方の手がフリーになります。これは基本的な形です。もしこのようなにポジションを取った場合は差し替えをします。その時は自分の手を組み合わせます。組み合わせて素早く差し替えをします。そして自分の襟を握って常に相手にプレッシャーをかけるようにします。次に、力の方向ですけれども、できるだけ相手の手首に近いところ、
まあ、帯でくくってみますけれども、この部分ですね、この部分をできる限り相手の胸から直角に引き出す、この方向に力を加えます。そうすると、ご覧になって分かるように引き上げたときに手首が L 字型に曲がります。ですから L 字型に手首が曲がって折れ曲がって手が外れていくのが理想なわけです。これが力の方向がよくありますけども、このような方向に引きますと手首はまっすぐに伸びます。こうすると、自分の力が相手に伝わりません。ではどのようにして、このような方向に力を加えるかを説明します。相手のディフェンスによって変わるわけですけれども、例えば相手が自分の襟を持っていた場合、できるだけ手首に近いところに自分の肘を移動します。そして相手の体を自分の方に引きつけます。力を持ってください。相手の体をしっかり引きつけて、もう手首が L 字型になっておりますけれども、この状態で力を加えます。このように取ります。もう一度やってみます。襟を持っていた場合はできるだけ自分の肘を相手の手首のところに近づけて、そして相手の体を自分の方に引きつけます。もちろんしっかりこの足の挟み込みはしっかりします。今手がちょうど L 字型になってますけども、この形で取ります。また別な方法としましては、はい、ディフェンスしてください。自分のお腹を出すことによって相手の肘を押します。そして自分の手と手を組んで自分の肘で相手の肘を押し、このテコの原理を使って外します。もう一度やってみましょう。このように取る場合もあります。あるいはもちろん相手が自分の袖を持ってこのような簡単な、ディフェンスをしていたならば、もうこれは相手の肘を自分の方に引きつけることになって L 字型を作ることができます。これで取ります。少し変わった方法ですと、しっかりディフェンスしてください。強いディフェンスの場合に一度体を足の方に曲げます。肘をつくことによって相手が起き上がろうとします。その時に足を伸ばして、一気に伸ばして離して取ります。相手が強いディフェンスで、例えば自分の袖の中に、袖口の中に手を差し込んで、このような形になって強いディフェンスでどうしても取れなかった場合ですね、これは長くこのようなことをやってますと必ずそこで審判の待てがかかります。ですからこの場合は十字関節を諦めて次の技に変換した方がいいと思います。その代表的な例を紹介します。一度手の組み替えを行います。そしてしっかりここでプレッシャーをかけます。プレッシャーをかけながら相手の柔道着の裾を引きつけて、柔道着の裾で相手の手を縛ります。一度相手の顔をそちらに向けるような動作をし、そして体を起こして押さえ込みます。まあ、その他にもいろいろな十字関節の取り方がありますから、皆さんで工夫してみてください。
下からの返し方を説明します。まず、クロスに相手の手首を、相手の袖を持ちます。横に引いて横から相手の後ろ帯を持ちます。この時しっかり帯を持ちます。で、引きつけながら相手の体の中に入り込みます。相手の顔の反対側、私から見たらこの方向に顔をずらします。そして脇をすくいます。これで相手を浮かすことができます。ここから相手を返して押さえます。もう一度やってみます。引きつけます。後ろ帯を持ちます。ここで相手を引きつけると、一般的に相手はこれを立ち上がって逃げようとします。相手はこのように完全に膝を立てた場合、これは引きつけるのが難しくなりますから、相手の股の中に手を差し込みます。この状態を作ります。押さえます。あるいは別な方法としましては、相手の帯を持ったところから、膝をこうです。必ず自分の顔を相手の顔のこの位置に移動することが非常に大切なポイントになります。移動をして、そして脇がすくえない、脇をすくって引き出せない場合は両手で帯を持ちます。そしてこのまま相手を引きつけます。こういう形です。引きつけて足を使って相手の体を動かします。そして右肩が、丸くなってますから、ここから返して腰を切って押さえます。これは非常にさほど難しい技術でもありません。初心者の方でも覚えれると思います。もし、初心者の方はこの技を覚える場合は、このような基本練習があります。ちょっとやってみます。クロスに持って後ろ帯を持つ、顔を移動して脇をすくい、そして相手を高く足で持ち上げます。こういう動作です。こういう練習をしてみてはいかがでしょうか。続いてまた下からの攻撃方法を説明します。自分が下になります。このようなポジションの場合に、相手から足をすくわれることは非常に危険なことです。相手は足をさばいて押さえ込みにいきます。できるだけ、これは基本で練習しましたけども、できるだけ足を回しながらこの動作を避ける必要があります。ただ手遅れになった場合、相手が差し込んで一気に来た場合ですね、こういうような状態になった場合、もう足が、足を戻せなくなった場合には、次のような技術を使います。相手の襟を引きつけます。こちら側の足をすくわれた場合は、その反対側の襟をできるだけ強く引きつけます。このような形です。このような形を取りましたら、相手を少し首を押しながら足を上げてこのポジションを取ります。そして相手の柔道着をつかみながら起き上がっていって、足で関節を取ります。もう一度やってみましょう。相手に救われてしまいました。急いで
襟を持って引きつけます。引きつけることによって相手はこの足を持ち上げれなくなります。素早く体を回転します。この時に相手は自分の体をまたいでこちらに来ようとします。こうなるとこの技はかかりませんから、必ずここで手を伸ばして相手の侵入を防ぎます。相手の柔道着を押さえつけながらこのように取ります。また、時には相手が自分の帯を持ちですね、帯を持っています。持って、そして体を起こしてくる時があります。このように起こしてきます。その時はそれに合わせます。相手が起こしてきたら、その起こした力を利用して体を起こします。このように取ることができます。またもし相手が素早く手を離して逃げた場合でも、取れなかった場合でも、これは先ほどの危険な状態から逃げることができるわけです。次に、先ほど同じように、足をすくわれた場合ですね、その時に残っている足で相手の足を蹴りながら隙間を作ります。隙間を作ってこの足をこのように入れます。このようにして膝固めで、関節を取ります。ちょっと角度を変えてやってみましょう。相手がすくってきます。手遅れの場合、右足で相手の体を押して隙間を作って深く入れます。この時に相手の手首を押さえておきます。左足を伸ばしながら相手の体を潰します。でこの時、両手で相手の手をこのように引き出します。もちろん、一番簡単なのは、例えば、こちらで足をすくって無造作に作ってきた場合は、ここから三角から十字を取ることもできます。ではもう一つ下からの返しを説明します。相手が、足をすくってきます。そしてこのように片足を飛び越えてさばいてきます。非常に危険な状態です。この時にしっかり足を引っ掛けながら右手で相手の首を押してこのようなポジションを取ります。ズボンを持って、右手で帯を、左手でズボンを持ちます。この状態から相手は足を抜きながら上に上がってきます。その動作を利用します。抑えます。では下からの十字固めを説明したいと思います。下からの十字固めは非常にポピュラーな技ですけども、意外にポイントを外している方が多くいます。ポイントを説明します。実際試合の場合、あるいはランドリーの場合に、この肘を伸ばして攻めてくるような選手はいません。しっかり肘が曲がってます。こういうような感じになります。ここから十字関節を取りますけれども、大切なのはこの両足の置き場所です。相手の腰のあたりに当てておきます。胴を絡むようなことをしません。この部分に当てておきます。相手が襟を持って引いて肘を曲げます。十字関節を十分警戒している姿勢です。この時に相手の肘が私の左側の、内ももに当たっています。この状態ですと足が上がりません。ですからもう十字関節に入ることはできませんので、腰を移動してずらしながら相手の肘を右内ももに移動させます。このようにさせます。この状態で
十字架に入ります。相手を十分引きつけます。引きつけて、一気に足をこの字で当てます。まだ相手の腕を握る必要はありません。ここでしっかり挟み込みます。そして最後に軽く腰を伸ばすだけで十分十字架を取ることができます。もう一度やってみます。相手の肘には触らないようにして腰を移動して相手の肘を右内ももに移動させます。そして引きつけて、十分引きつけて一気に入ります。ここでしっかり挟みます。膝の挟みが強い場合はここでそのまま取ることができます。少しよかったら手を押さえて十字架を取ります。もし相手が力が強くて、あるいは足のハサミが不十分で入った後に立ち上がるような動作をした場合、足を外します。外して相手の足を回します。ここで取ります。もう一度やってみましょう。このような形ですね。もちろん返すこともできます。もう一つ、別な関節技をやってみます。腕固めです。下から相手を引き込んで引きつけます。相手は、膝頭を持ってこれをコントロールしようとします。一般的にはこの膝を押し込みます。押してまたいで入ってきます。この動作を利用して、腕固めを取ります。相手を引きつけます。相手は力いっぱい膝を押してきますので、この瞬間一度一気に力を抜きます。抜いた瞬間に肘の真後ろを押さえます。このように取ります。一般的に下からの腕固めは肩にこのように当てて、取るのが一般的ですけれども、これはなかなか取ることが難しいような気がします。むしろこの位置で取った方がいいのではないかと思います。もうちょっとやってみましょう。膝を持ちます。引きつけます。こういう形です。続いて下からの締め技を、送り襟締めをもう一つ紹介します。これは、前にもやりましたけれども、下から引きつけて相手の後ろ襟をこのように持ちます。自分を引きつけながら後ろ帯を持ちます。そして相手の体を少し押しながら、押し気味にしながら一気に脇を開けて体を移動します。そして自分の体側で締めます。もう一度やってみましょう。相手を引きつけます。引きつけて後ろ帯を持ちます。少し相手を体を外に押し出すようにした後、脇を開いて自分の体を移動します。このような形です。そして自分の方に引きつけます。これも大変効果的な締め技の一つです。相手に引き込まれた場合の、一般的なあるいは基本的な攻撃方法を紹介します。相手はこのように、引き込んできた場合に素早く相手の一つの足を抱え込みます。素早く密着して相手の襟を深く持ちます。これ非常に大切な動作です。ここから、左手で相手の帯を持って押し上げながら自分の膝を使って相手をこのような状態にします。この後、可能であれば相手の袖口を持って
引きつけてもいいでしょう。押さえ込みます。この技は一般的に、片足担ぎといって非常にポピュラーな技です。もう一度やってみます。この時に右足で相手の肩口をに圧力を加えると非常に効果的です。今は片方の足を抱えましたけれども、両足を抱える方法もあります。一気に両手で両足を抱えます。このように帯を押さえます。帯を押さえた後に自分が近寄るのではなくて相手を自分の方に引きつけます。そしてこの時に自分の左足で相手の腰を押しながら相手の圧力を加えます。離して相手の襟を持って、そして相手の袖を持って横にずらします。相手の両足を抱え込みながら攻撃する方法を説明しましょう。外側から足を抱えて、このように反対側の柔道着をズボンを握ります。こういう状態です。抱え込ん、握ったら、左手で相手の足を抱え込みます。こういう状態です。体重をかけて相手の足を伸ばします。このような状態を作ります。あとは足をまたぎながら登ってきます。もう一度やってみましょう。相手の足を外側から抱えて反対の、ズボンを握ります。この形ができればほぼこの技は完成です。残りの手で抱え込みながら相手の足を伸ばします。このような状態です。あとは緩やかに、上に上がって縦手をまとめて押さえます。これも一般的な技ですけれども、相手の裾を持って横潮固めに変化する技です。この状態から一気に相手の裾を持ちます。柔道着の裾を持ちます。これは非常に大切な意味を持ちますから、しっかりと握ります。右手で相手の膝を押しながらまたぎます。これでほぼこの技は8割方完成です。あとは大きく手を伸ばして相手を肩口に回し腰を切ります。ではポイントを説明します。大切なポイントはこの私の右足が相手の太ももに平行に密着しているということです。このことによって足を抜く動作が楽になります。相手がこのように引き込んできた場合の攻撃方法です。相手の引き込んでくる相手を逆に引きつけます。同時にクロスに相手の襟を深く持ちます。あとはこのまま大きく手を伸ばし飛び込みます。こういう形になります。
そしてこの後に腰を切って押さえます。この時のポイントは、押さえ込みのポイントはこの手にあります。しっかりと手を伸ばして、そして相手の柔道着を強く下に押し付けます。こういう状態です。こういう状態ですと相手はこちらの方に帰ってくることができません。ここで顔が止まります。問題は反対側への、防御ですけども、しっかりと帯を持つことによって反対側に逃げてください。ここで押さえることができます。もう一度やってみましょう。相手が引き込んできた場合に逆に相手を引きつけながら後ろ襟を深く持ちます。持つと同時に大きく飛び込みます。そして相手の足を抜けて、この状態から崩れ上昇の安定した形に入ります。こういう形です。次の技は非常にシンプルな技ですけれども、スピードの必要な技です。素早く持ち替えて頭側に回ります。この時相手は、普通であるとこの方、向こう側に逃げます。持ち替えます。もう一度やってみましょう。自分が四つん這いになることは決していいことではありません。しかしやむを得ず自分が四つん這いになった場合でも、いくつかの攻撃の方法があります。紹介しましょう。このような状態から相手に脇をすくわれます。しっかりと相手の腕を抱えて足を投げ出しますが、このように先ほど同じように脇をすくわれます。相手は強い力で返しに行きますから、ここでしっかり踏ん張って一気に力を抜いて、回転します。相手の力をそのまま利用します。このように脇頭に取ることができます。相手がこのように脇を掴んでくる場合があります。この時に使います。相手が脇の下に手を入れてきた場合にしっかり挟み込みます。挟むと同時に首を抜いて右手で足を押します。こういう状態です。相手が横から締めに来る場合があります。この場合も右手で相手のズボンを押さえます。このことによって相手が自分の、後ろに回り込むのを防ぎます。この状態から回転して後ろ傾きに押さえます。
それでは投げ技から固め技へ移行する技術をいくつか紹介します。私が最も得意としたのが引き込み返しです。いくつかの方法がありますので紹介しましょう。この引き込み返しは、私を得意とした技ですけれども、ポイントをお話しします。まず相手の体がまっすぐ姿勢が良い場合、この状態で帯を取りに行きますと相手に救われます。ですから必ず相手の姿勢がこのように低いか、または相手の姿勢を低くして、この状態から帯を取りに行きます。帯を取ると同時に脇をすくいます。そして相手を後ろを押し込みます。後ろを押し込んで相手が戻ってくる力を利用して足を揃えて返して押さえます。少し回転の方向を変えると縦潮固めに入ることができます。この方法で気をつけることは、後ろに下がりながらこの技を使わないということです。後ろに下がりながら技をかけますと相手は自分の足を掴んでいます。ですから必ず相手を後ろに押し出すような感じで大きく踏み込んで入ります。そして脇をすくいます。そして肩越しに後転をして、抑えるわけです。で、この引き込み返しのは現在は投げ技に認められています。私が選手の時代はこれは立ち技から寝技へ移行する手段としか、認めてもらえませんでした。同じ引き込み返しでも方向を変えて横に入る場合があります。やってみましょう。持ちます。後ろ押し込みます。このように入ります。これは相手を押し込み、相手が下がった瞬間に相手の体に少し体重をこのようにかけます。そして相手が戻ろうとした瞬間を利用して内輪に入り込みます。基本的に引き込み返しは相四つの選手に使う技ですが、喧嘩四つの選手に使う引き込み返しもあります。このような状態になります。一度相手の袖を切ります。相手の後ろ帯を持って踏み込みながら前へ来ます。このように縦潮固めに入ります。もう一度やってみましょう。切り離して後ろ帯を持ちます。踏み込んで顔をこの位置に持ってきます。
あとは倒れながら脇を作って抱えておけば、そのまま縦四方固めに入ることができます。もう一度やってみましょう。切ります。踏み込んで真正面に立ちます。倒れながら相手の脇をすくいます。こういう状態です。次に墨返しからの抑え込みを紹介します。この技も私の得意技の一つです。主に、喧嘩四つの相手に使います。袖を切って墨返しで投げた後に素早く抑えます。もう一度やってみます。この技は最初相手の手をしっかりと切り離します。切り離した後に相手の手を前に出して近い後ろ帯を持ちます。一度踏み込んで一度かけながらステップを踏み込みます。こういう形です。浮き技から抑え込み技への変化を紹介します。これは相四つでも喧嘩四つでも構いません。今の形は喧嘩四つですのでこの形から説明します。同じように相手の袖口を持って手を切り離します。相手の背中を持って押し込みます。押し込みから抑えます。もう一度やってみましょう。この足のステップは、少し特殊なステップを踏みます。普通浮き技の場合は踏み込んで体を捨てます。しかし、私の場合は一度右足で前に踏み出してそして体を入れ替えて投げます。これが、私の浮き技の特徴です。私の現役時代、私の得意技は巴投げでした。巴投げがかからない場合は、連絡技として十字固めを使いました。巴投げからの十字固めへの連絡変化を紹介します。相手がこのように襟を持ってた場合です。これは喧嘩四つの形です。実際の試合の場合は一度切る動作を行います。相手はしっかり持ちます。襟をしっかり持っていった方がこの技はかかりやすいからです。持たしてそしてこの形から巴投げに入ります。実際に投げようと思うんですけれども、かからない場合の変化です。ディフェンスしてください。
こういう形です。反対側からやってみます。ここから少しゆっくりしなりますと、巴投げに入ります。相手が膝をついて防ぎます。この足で蹴って、ここで十字を取ります。ちょっと早い感じでやってみます。こういう形です。次に相四つの場合、こういう形ですね。相四つの場合、相手は右手で私の襟を握っています。相四つの場合はこの出てる相手の右手を狙います。巴投げに入り、防がれるとそこから十字に入ります。もう一度やってみましょう。巴投げに入ります。相手が膝を折って防ぎます。その時に腰を伸ばして、この足で蹴って取って十字に入ります。普通の動きながらやってみます。このような形です。いかがだったでしょうか。私は中学生の頃から新しい技を作ることが大好きでした。熊殺しとか、あるいは黄色く固めなどと命名した多くの技を考えましたが、そのほとんどは実践では使えることができませんでした。しかしその技を研究することは楽しく、記録をする作業は柔道を理論的に見る目を養ってくれました。どのような技であれ、その中に少しでも自分のオリジナルな動きやアイデアが含まれていたならば、その技はその人の技であり、それによって勝利を得るところに柔道の楽しさがあると私は信じています。固め技はそれに最も適した分野であると私は考えます。